私、もっと小さいのかと思ってたから。学校の百葉箱くらい。あ、今笑った。ひどいよ。誰にも言わないでね。なんかね、もっと回ってたかったって思っ、あのね、あさってまた一緒に回らない？よう、お前らも来たのか。緑、来たのか。枕投げ、俺は別の部屋で寝ようかと。君たちには高校生としての自覚がないのか。明日に備えて早く休みなさい。行ったみたいだな。みんな、もう出てきていいぞ。やだ、私てっきり。もう、びっくりしたね。でも寝坊してるかと思ってちょっと心配しちゃった。旅行スケジュールハードだから疲れちゃうよね。でもね、今日もいっぱい回りたくて計画立ててきちゃったの。私はね、あの子絞りのハンカチ、模様が可愛くて。ごめんね、ずっと独占しちゃって。本当は誰か一緒に回りたい人がいたんだよね。あのね、私ね、一生忘れないと思う。楽しい思い出だから。